投げてくるか、出た、これが黒い同士、なんだこれ。こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は伝説の D1 ドライバー黒井淳をお送りします。かつて D1 グランプリで凄まじいドリフトを披露していた選手がいました。その選手の名は黒井淳。角度とスピードを両立した走り、そして圧倒的なマシンコントロールのうまさからついた異名が壁際の魔術師。その観客を魅了する走りは黒井イリュージョンと呼ばれました。勝つために走ることよりも観客の期待に応える走りを常に心がけていた黒井選手。お客さんを沸かすことこそがドリフトの醍醐味と語っており、そのモットーは常に全力アグレッシブな走りとは裏腹に、マシンを一旦離れればその素顔は温厚そのもの、面倒見がよく誰からも慕われる存在、そして誰よりも走りを愛し D1 を愛した男。しかしその彼の熱いドリフトはもう見ることはできません。2010年不慮の事故により彼は突然飛び立ってしまったのです。今回は黒井選手を忍び、当時の D1 グランプリでの走りを振り返ります。そしてフォーカスするのは2007年富士での第2戦、これは覚えている人も多いんじゃないでしょうか。そのドラマはまず黒井選手とは別のところで起きてしまいました。この日のベスト8、1組目川端雅人 VS 斉藤大吾。この追走バトルで互いのマシンが接触し、 D1 史上稀に見る大クラッシュを引き起こします。幸い川端選手は命には別状はなし、斉藤選手は奇跡的に軽傷で済みました。後輩の川端選手の大クラッシュを目の当たりにした黒井選手、またその川端選手が医務室で走りたいと悔し涙を流していたと聞いた黒井選手はそこでスイッチが入ったといいます。どうしても勝ちたい、川端のために勝ちたい、その思いで走った黒井選手は見事に優勝します。そして優勝が決まった瞬間に黒井選手が発した言葉が、この優勝を川端にあげたいと思います。もうその言葉だけで十分伝わります。彼の人柄がよくわかる感動的なワンシーンでした。今回はその一連の様子をご覧いただきます。そしてまた彼の代表的なマシンである青いワンビア、そのマシンが今も大切に保管されているとのことで取材した際の動画がありますので一緒にご覧ください。その後には黒井イリュージョンも存分に見てもらうことにいたしましょう。それでは全てまとめて続けてどうぞ。さあ続いて鉄拳17番の黒井淳、新しくマシンカラーもチェンジして、そしてエンジンも去年までの RB からアンデッドに変えた、この仕様でさあ角度をつけてきた、そして振り返してどういう速度で持ってくるか、178まで上がってきた、そして煙を上げながらそのまま立ち上がっていく、真っ白状態、100点。川端雅人が前、そして斉藤大吾が後ろから追い上げる、川端が見えてきてぴったりと斉藤大吾、うわークラッシュ、うわーものすごいクラッシュ、凄まじいクラッシュシーンということになってしまいました。川端大丈夫です、意識の方は、ちゃんとあって受け答えはしていますが、ストレッチャーに乗せられてこれからメディカルルームの方に連れていかれるという状況になりました。今動き出しました、2本目、さあ見えてくるのはまず末永正雄、その後ろから黒井淳が追いかけてくる、さあまず来た末永正雄に対して両者が流してくる、この辺はどうだ、この辺は末永がいい状態だ、これはミスは両者ない戦いではありますが、優勝黒井、黒井淳初優勝、川端が走れなくなって、そうですね、でも悔し涙を流してたっていうのを聞いてから、はい、もう完全にスイッチが入りました。川端これを見たら次は勝負で2日続けて決勝まで勝ち上がってきた川端と、今まで一度も川端に負けたことがない黒井、チームメートであり師弟関係の2人がどんなフィナーレを飾るのか。今シーズンを締めくくる最後の優勝者が決まる、川端雅人先行、あと追い黒井淳、ケツから来た、ケツから来た、黒井が来た、さあそこへ入る、入る、どうだどうだどうだ、いや危ない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 、さあ今度は入れ替えの2本目動き出してった、さあ入れ替えの2本目です、黒井淳先行、あと追い川端雅人、しかし危ない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 
サドンデスの1本目動き出しました。川端180が前、後ろから黒谷 CS1 さん、どうなるどうなる、いやー同時ぶり、すごい角度の同時ぶり、振り返した、さあ入る、楽しい。アドバンテージ川端が持っていきました。さあ今まで黒井に一度も勝ったことがない川端雅人、このまま昨日に引き続き2連勝を決めるかどうか。さあ黒井先行、あと1川端で来たーぞ、すぐ壊れた、あやめた、やめた、壊れた。クラッチを繋いだ瞬間にデフがブロー、最後の勝負で訪れたこの風に黒井も肩を落とす。どうやらこれお互い分かってるわけですね。じゃあ壊れた。最後まで走り切れず黒井無念のリタイア。この工場になんとこの車があると噂では聞いていたんですが本当にありました。チーム東洋タイヤドリフトとして、はい、東洋のスポンサーをつけてやるんだというふうになった時、成績も含めて考えて走んなきゃいけない、でも僕できないんですと、うん、僕は皆さんを楽しませる走りをもうとことんやるしかない、はい、成績はもう川端に任せた、楽しい走りしたい、はい、それを見てほしい、順位じゃないんです。この人は勝つとか関係なかった。今かけられる、普通に本当にかかります。嬉しいね。さあゼッケン6番注目の黒井だ、飛んできた黒井淳、チーム東洋ドリフト投げてくれ、勝つぞ、出た、これだ、これが黒井の星、なんだこれ、いけそのまんま、絶対100点持ってけ、ドロボー出た、120点。さあいよいよ来ます黒井イリュージョンです、チーム東洋ドリフトのなにわのドリフター黒井淳、どう見せるか、さあ煙が出ている、煙が出ている、そして振り返して、さあ立ち上がっているところで、もうどこまで黙々煙を出していくか、煙に消えた黒井淳の街、出た逆転。もう早いもので13年は経ちました。黒井選手は天国でも青いワンビアを振り回していることでしょう。黒井イリュージョンよ永遠に。いかがでしたか。今回は伝説の D1 ドライバー黒井淳をお送りしました。ビデオオークション切り抜きチャンネル V オークトスピードはビデオオークションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。